ちゃくちゃかわいい。わ、すごい。このチョコアイス、なんかマシュマロっぽいの入ってる。多分チョコアイス。その隣は、もう多分チョコアイス。で、ホイップとストロベリーソースにチョコソースに、スノーマンです。中はどうなってるのかな？スポンジとチョコアイスかな？いただきます。中にホイップ。シンプルだけど、なんだろう、セブンティーンアイスみたいな美味しい味。濃い感じのチョコアイスいただきます。これはすごい濃厚。あ、ミッキーロードみたいな。ナッツも入ってる。アーモンド入ってます。これもセブンティーアイスみたいな感じ。一番下、チョコアイスかと思ったらチョコムースかも。ムースだ。これすごい最高なチョコパフェだ。ムースとかアイスだから甘すぎないし、クリームもちょうどいい量。途中で感じるストロベリーソース、めっちゃこたえ。平和のマシュマロの味がします。だけどすっごい固めの食感、可愛い顔から想像できないぐらい固めです。よかった、最高のパフェでした。あんなこったきました。あんなこったいただきます。
わくるくる、クリみたい、確かここのプリンはとろける感じだったと思うんです。とろっとプリン、それとの違いがどんな感じか気になる。プリンも頼んじゃいました。こんなコッタの味がプリンっぽかったので、プリンってどんなだっけと思って頼んじゃいました。記憶によるととろける生クリームのたっぷりのプリンだったと思うんですよね。確かめてみたいと思います。いただきます。予想通りめっちゃ滑らかでとろけるプリンです。一昔前のプリンとは違う感じ。プリプリしてて、杏仁豆腐にちょっと近い感じの食感です。こっちの方が少しあっさりしてるので、こっち先食べてからプリン食べた方がいいですね。先食べます。ほろ苦くないカラメルが乗ったような、濃厚なクリームになります。こちらカラメルがしっかりフレッシュイチゴのヌルがいただきます。これもアイスが入ってますね。さっきと同じかな、同じバニラアイス。
スミルクはイチゴと一緒に食べたいですね。春の味、美味しい。デザートは5皿食べました。お寿司が10皿食べました。今日はこのくらいにしたいと思います。お疲れ様でした。